あれ、シーさん、何ですかそれ。切り株。蜂の巣ですね。あ、蜂の巣。蜂をチェック。蜂は眠っている。この中に蜂が入ってるんですか？え、あ、はい。そうですね。あ、で、今眠ってると。夜なんで眠ってるっていう状態。あ、そういうことなんですね。多分朝になってチェックしてみると、動いてるのかな？楽しみですね。あ、動き出した。まあ、これで時間経過で、はい。蜂が。蜂の巣が、蜂蜜ができるって感じですね。おー、これ襲ってこないですね、この蜂は。あ、もちろん。よかった。さすがにそうですよね。そうかそうか、蜂は満足している。この殻って書いてんのが蜂蜜になるんですね。あ、エンゲさん。はい。パリの練習しましょうか。パリ。パリ。パリ。縦のやつですか？はい。インベントリー開いてもらって。インベントリー開いて。右上に、剣が2つ並んだアイコンあると思うんですけど。剣が2つ。あ、はいはいはい、ありましたね。それを、オンにする。はい、オンにしてもらって。はい。有効にしましたよ。で、エンビさん、僕のことを殴ってください。はい。いきますよ。おー、塞がってる。やっぱりタイミングよくガードすると、はい。こうやってパリーができるんですよ。パリーっていうのは、立ててこうやって普通に守ってるのとまた違うってことですか？そうですね。こうやってた、僕構え続けておくんで、殴ってください。はい。普通だったらこんな感じなんですよ。ボコン言いますね。で、パリーだと、こんな感じで相手をのけぞらせることができるんですよ。のけぞらせてんだ、これ。で、のけぞった状態で追撃を与えるとクリティカルダメージが出せるんで。あ、ほんとだ。のけぞってる、僕。あ、ほんとだ、ほんとだ。普通に構えてる状態だと、こんな感じ。なるほど。なるほどね。基本的にどのエネミーでもパリーはできます。じゃあやりましょう。はい。いいですか？はい。はい、じゃあ殴りまーす。はい、おお。そうそう、そんな感じ。これでもタイミングってなかなか難しいですよね。難しいですけど、今後パリーは覚えとかないと。厳しいですか？結構厳しいんですよ。ええー。結構慣れれば簡単なんで、よかったら、慣れてください。はい。そうすると、結構、粘り強く、戦えることができる。そう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 。ああ、なるほど。結構、指を使って引き打ちしてると、集団戦だとどうしても、削り切られちゃうことがあるんで。ああ、どうしても接近戦、とりあえずやった方がいいと。そうですね。次は、黒い森に行って、ダンジョンを探しましょうか。ダンジョンがあるんですね。いやー、一発パリ決めたら楽ですね、ほんと。そうですね。一発で違う。あ、いや、先にこっち。あ、出てきた、やっぱり。よいしょ。これ上なんかあるんですかね？あ、なんもないですね。なんかあったりするんですかね？たまにね。へぇー。危なかった、シールドバだった。あそこに。あ、なんか煙が焚いてますね。あれ、敵が延々と湧いてくるスポナーってやつです。ああ。潰しに行きましょう。あ、マインクラフトと一緒なんですね、そこら辺。そうですね、はい。マイクラもあれですよね。スポーンありますよね。はい。ドワーフ、大当てですね。よし。よし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 。これドワーフ湧かなくなるんですか？あ、何？古代種。古代の種子っての手に入りましたね。おお。耳に当てると中から小さな、ささやき声が聞こえてくる。嫌だな、気持ち悪いな。ちゃうな。これなんだ？ブルーベリー。ブルーベリー食べたことないんじゃない？でも海外のゲームってなんかベリーですよね、最初ね。そうですね。最初ベリーのイメージがある。あ、なんかいてる。フギンだ。第10世界のあちこちに洞窟やダンジョンがある。それらは過去の遺物だ。隅々にして、長く失われた文明の富が多く残されている。光源を持っていくことを忘れるな。ああ、光源ね。はいはい。
あ、これですか、ダンジョンって。はい。光源。入ってたらいいですか？入りましょうか。はい。あ、中に入る。また別なんだ。埋葬室。空間が別なんですね。これ何？黄色いキノコ。なんか、様々な音すんな。何？入り口がいっぱいあるな、これ。あ、襲ってきた。よいしょ。ああ、でも、明かりつけない、つけてないと厳しいな。うお、めっちゃいる。明かりがないとやばい。明かりがない、明かりがないとやばい。あ、めっちゃ下がって、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 下がって。やべ。明かりつけないとやばいな、これ。じゃあ、後ろで明かりつけといてもらっていいですか？はい。僕も、炎で、炎で。燃やそう。あ、炎がなくなった。あ、新しいレシピを覚えた。シさん、そろそろ体力やばそうですね。まだまだ大丈夫。まだ大丈夫。まだいってる。飯食って。なんだこれ？なんか手に入る。なんか拾った。なんて読むんだこれ。これ何もないですね。あ、こっちでなんか木の音がする。カチカチ。開けますよ。来た。燃えろ、燃えろ。こっちにも、あ、そっち行きます。あー、これは、やばい。いいものだ。何これ。あ、これか、ストリングの核。これ言ってたやつですね。スロットリング。あ、スロットリング。ヨーコロができる。ヨーコロができますよ。よしよし。数集めれば。あ、数を集めないといけないですね。いいと思う。ここはない。そうか、ダンジョンにあるんですね。これ開けたとこでしょ。おー、った幽霊。幽霊？なにこれ？戦わない方がいいやつ？ちょっと待ってくださいね。はい。あ、弓で当たるんですね。あ、幽霊のくせに矢が効くんですね。しかも燃えるこれ、幽霊。幽霊燃えないか。おー、やっつけた。あ、ここにもあった。あ、ここいっぱいあるじゃないですか。三つありますよ。あとなんだこれ。いいですね。ルビー。ルビーまである。インベントリーが空きがない。なんか食べちゃう。あ、Cさん僕持ってないですね、もう。じゃあ代わりにちょっと僕放り投げるんで。はい。この辺とかを拾ってもらって。はい。これは僕が持ちます。はい。じゃあ代わりにこっちを。よし。今、4つ手に入りましたね。はい、ストリングですかね。スルトリング。スルトリング言えない。じゃあ最後こっちですね。よし。あげよう。あー、いっぱい来た。いっぱいじゃなかった。いやー、パリーしてるし、シーさん、すごい。OK。よいしょ。でーす。ありがとうございます。あ、なにこれ。チェスト。羽と、ルビーですね。羽とじゃあ、ルビーもらいます。はい、あと、羽は持てないな、もう。あ、羽はいいんじゃないですか。羽はいい。うわー、ちょっと時間できて、やばいやばいやばい。よし。ちょっと下がって下がって下がって。やばいやつ？下がって下がって。腐敗した。あ、また別のやつだ。これはめれてますね。あ、そうでもない。あ、やばい。なくなりましたね。こいつでもパリしやすそうじゃないですか。そうですね。おお。よし。はい、オッケー。あ、暗いな。もう光源がなくなったんですよね。あ、スポナー発見。スポナー。よし。これ骸骨スポナーですか。はい。あ、体力やばかったな。死ぬ死ぬ死ぬ。よし、あ、これか。よいしょ。あ、もう倒した。スポナー、えらいさっくりだな。あ、ここにもある。
スルトリング。あとコインもあった。なんかやたらとコインが落ちてんな。あと、よくわからんやつ。あ、弓矢いいですね。あ、また別の弓矢か、これ。あ、これもあった。スルトリング。今全部で6個持ってますね。気止まりしかないかな、うん。もう終わりですかね。はい。いや、一人ではこれは僕は無理っぽいな。よし、できたー。ダンジョン攻略ですね。じゃあ、他のダンジョンも行きますか。あ、もうこのまま行っちゃう。ダンジョン、ダンジョン。あ、そっちには行かない方が。行かない方がいいやつ？雪山は、行かない方がいい。雪山は行かない方がいい。あ、これで終わりかな。終わりっぽいっすね。なさそうですかね。もう、ダンジョンは。そうですね。うん。まあ、じゃあ、一遍戻りましょうか。戻りましょうか。あ、よしよし、帰ってきましたね。お、あ、蜂蜜できてますね。蜂蜜できてますか。取っちゃおう。そう、なんか作れるようになったのかな。そうですね。うーん、あのハンマー持って建築メニュー開いてみてください。ハンマーを持って建築メニュー、ヨーコロできますね。ここをあればいけるんですね。はい、でかい。これは外ですね。蜂の巣の隣に置きますか。はい。あ、フギンが出てきましたね。鉱石の原石をこの炉に入れれば、すべての不純物を、すべての不純物が溶け出し、あとは精錬された金属の塊だけ残る。これは火事場で作ることができる。溶鉱炉の燃料として炭が必要だ。これは釜を作り、木を入れて作ることができる。なんかもう一つ作れるやつがありましたね。それのこと言ってんのか。炭焼きなんちゃら。炭焼き釜。これが必要なんですかね。そうですね。これにはストリングの核が5つ、あと4ついるんか。じゃあ1つあるんで。炭はあの塩ビさんが1時間ぐらい前にいっぱい作ってましたね。あ、ありましたね。4個ありましたね。炭はこっちから。あ、そっち。おお、炭を入れて。あれ、これめっちゃやりにくいとこ僕置いてます。潰しちゃいましょう。あ、すいません。あ、ここでアイテムを追加。加工できるアイテム持ってない。あ、これで、この中に。あ、追加しましたね。入った入った入った。10個入れれるんですね。はい。これ、できたらこの中、あ、お、あ、出てきた。あ、出てきた。これで新しいものがなんか作れるようになったのかな？あ、満帆。あ、そうか。炭がなくなったんだ。え、もしかして肉を焦がして炭を作ろうとしました？いやいやいや、さすがにそこは。さすがに鹿肉はダメだ。さすがに鹿肉はやる気はないですね。いやー、びっくりした。いや、さすがに。炭が必要だって言いながら、肉を焼き始めたんで。ちょっと、びっくりした。さすがに鹿肉を犠牲にはできないですね、僕。あ、実は、銅が、6つ目手に入るんですけど、はい。火事場が作れるようになります。あ、火事場ですね、これで。はい。これは室内なんですかね。あ、室内で、はい、大丈夫です。まあ、こっちにしますか。うん、どこでもいいですよ。はい。あ、新しいレシピ。はい、銅のナイフ。銅のナイフだ。これで金属が加工できますね。おー、金属、来ましたね。金属。次は、銅を安定して手に入れるために、炭の焼きですね。炭焼き。そうですね。炭焼きを手に、炭焼きするために、ストリングの核を手に入れるために、また冒険ですね。はい。じゃあ行きましょう。はい。じゃあ、こっから南に。南に。ずっと行きましょうか。はい。あ、ここ、骸骨のとこだ。一人で行けるかな。あー、死んだ。ああ惜しかった。あともうちょっとだったのにな。よし、ちょっと残念でしたね。もうちょっとでしたね。失われし力使ったらすぐいけると思うんで。あ、なるほど、そういう時に使うんだ。じゃあ使おう。ダーン、よし行こう。ああ、あったあったあった、よかった、無事取れた。オッケー。
エビさん、あっち行きましょうよ。はいはい。じゃあ、あっち。こっち。あっち。こっち。こっち。あっち。あっち。あ、あそこに、あそこになんか人影が見えますね。人影？あそこあそこそこ。何あれ、めっちゃでかいのいるじゃないですか。第一村人ですよ、第一村人は。おぉ、はい、挨拶聞きに行きましょうよ、挨拶。はい、第一村人発見。トロルだ。あ、こっち向いた。こんな顔してんだ。あ、どうも。こんにちは。おお投げてくんだ。あー、ずいぶん、ちょっと攻撃的ですね。弓矢で撃っちゃおうか。あ、やべ、死ぬ。あぶれ。うわ、すごい体力ですね。あ、でも弓矢で撃ったらなんとかなる？これパリーできないですよね、さすがに。できますけど、今の装備じゃちょっと厳しいですね。ああ。なんで、チキン戦法でいきましょうか。よいしょ、危ない。おお、おお、すごい。かくれんぼしてる。舞台がでかい分、当てやすいと思うんで。はい。弓矢ですかね。ヘッドなんちゃらってあるんですかね。危ない。おお、ふぅ。めっちゃダメージ食らった。来いよ来いよ。ヘッドショットはないんですかね。あー、確かになかったはず。なかったはず。ずっと C さんのとこ行ってますよね。C さん気に入られてるなぁ。C さんとお友達になりたいのかな。え、なんすか、エンベさんの方行ったらいいですか。やばい、来た。あともうちょっとですね。もうちょっともうちょっと。おー、いいですね。よっしゃー。お友達が死んじゃった。これなんかくれるんですか。おー、トロフィーが手に入った。あ、なんだ、頭がいっぱい。トロルの皮、持てないですね。あと、ここに頭がありますね。まあ、いいかな。あ、コインがいっぱい出てくるんですか。僕、頭欲しいな。沈んじゃってもう拾えないから。拾えないですね。残念。あ、やばいやばい。2対1は無理か。あ、死んじゃった。ああ、やられちゃいましたか。回収行かないと。だいぶ遠いってことだな。森が動いてるってなんすか？あ、それは、やばいっすね。拠点に、敵がいっぱい襲ってきた、あれなんで。あ！できたら、家守ってください。ええー、お、なんかいっぱい。すっぱだかなんですけど。あ、それまずいですね。これはどうすることもできないな。知らせがあるって来てるんですけど、知らせを見てられないわ。拠点破壊されるってことですか。そうですね。今なんか僕連れて歩いてるんですけど、そのドワーフさんたちと一緒に。お友達と遠足ですね。え、お家攻撃されてます。わかんないっす。とりあえず連れてきてますけどね、いっぱい。あ、そうですか。はい。だから攻撃されてんのかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、そのまま逃げ切ったら大丈夫かな、じゃあ。あったあったあった。よし、回収した。オッケー。Cさん、多分お友達連れていくと思います。あ、はい。いいじゃないですか。熱烈に歓迎してあげればいいじゃないですか。おー、おー、おー、あぶれ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 。よし、オッケー。うわ、めっちゃ言う。やーばい。Cさん、お友達、またさらに追加です。そんな。もう結構です。連れてきました、お友達。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、おしまい。いやー、死ぬことだった。